おはようございます。6月になって、まあ今年ももう半年過ぎたんですけど、まあ毎月1回ぐらいはその、作品の制作状況とかそういうのをちょっと喋ろうかなと思って。サイズナイフの3号でアクリル画で、まあタイトルはまだつけてなかったんですけど、まあ灌漑農業と、まあ人類にしようかなと今思ってますけど、1万年ぐらい前に氷河期がこう終わって、氷が溶けてこうで、まあ人類がいろいろとこう試行錯誤しながら農業とかこうしてったと思うんですけど、田んぼにこう水を入れて稲をこう植えて、まあそういう、まあ歴史的な背景をちょっと考えながら、書いてみました。ですね。稲がこうアーチ状にこう書いて、でそこにこう男性の、ここに田んぼをまあ書いたっていう作品になります。でこれはまだニス塗ってないなくてマットな状態なんですけど、まあニスを、今週中には塗ろうかなと思ってます。でこの一応男性は土のこう色にしてます。土をこう表現して、まあ稲と、まあ色が、まあ本来は違うんですけど、まあ土系でこう描いて、同色な感じでこう描いて、でそこにこう雲を描いた作品になります。 F3 のアクリル絵の具で描いた作品なんですけど、まあ中央のとこでこう左右対称にこう分けて描いてるんですけど、まあ雲はまあ非対称なんですけど、まあ風景画なんですけど、で雲の表現ちょっとこだわって描いてみました。まああんま左右対称の風景画ってもしかしたらないかなと思って、まあ完全にシンメトリーではないんですけど、まあそういうのを意識して描きましたね。まあここら辺は漫画っぽい、まあ、表現にしたんですけど、まあ割と不透明気味で、まあ描いて、奥はまあ半透明気味で描き、まあ風景があんま描いたことないんで、まあ描こうと思ったんですけど、こう山と雲がこう一体になって、まああんまりどっから雲か山か、まあ怪しい感じでこう描いてみて、まあそれはまあ面白いかなと思って、まあ山の遠近と、まあ、雲が、まあ、多分この作品のメインだと思います。でこれもF3 のアクリル画なんですけど、まあ、さっきの風景画の次に描いたのが、まあ、この作品で、まあ、月と太陽の中にこう、まあ、自分の肖像画みたいなこう、まあ、どちらかというと私より父親になんですけど、淡い感じでこれ描いてみました。でまあここ雲とか雷描いて、割と日本的な、まあ、アクリルの、まあここら辺とか、まあ表現になって、まあこれはこれで面白いかなと思って、まあ淡い感じで人物はあんま描くことなかったんで、まあタイトルは決まってないです。でサイズは F6 で、画材はアクリル絵の具です。これはポトスっていうか、で私が観葉植物始めてみたいなと思って買って、で育てたやつをこう描いて、でまあここは古代の生物を描いたんですけど、恐竜とかで、下の層にまあ貝殻を描いて、でまあバックは宇宙で、で中央に人物をこう描いたんですけど、まあ最初描くとき中央にこう人物描いて、でそこからどうしようかなってこう、まあ最初からここ全体決めて描くときもあるんですけど、まあアクリルって割と自由が利くんで、油彩だとある程度決めてこう描いていかないとなかなか後半厳しいんですけど、まあアクリルは乾燥早いですし、自由に描けるってことで、
まあその方が自分に合ってるのかなとかって、まあ、最近思うようになってきたんですけど、まあ、とりあえずこう中央に人物書いて、でそこからどうしようかなって考えて、まあやっぱりなんか書いていくうちに人類史とかそういうことをこう、まあ、頭の片隅にあるのか分かんないんですけど、まあ、そういう絵にこう、まあ、なっていくって感じです。まあ多分こういう、まあ、太古のこう死骸とか化石とかで、まあ、そういうのを使って、まあ、エネルギーにしてこう人類っていうのを発展していくわけなんですけど、まあ、戦争とかのきっかけは石油とか、まあ、とかってまあ言われてますけど、まあまあ、人類にまあ石油とかエネルギーっていうのはやはり現代でも必要で、でまあそれを使ってこう宇宙まで人類が飛び出したりして面白いこう、まあ、時代になったなというふうに、まあ、そういうことをこう、まあ、考えながら作品になります。でこれはあの最近完成した絵なんですけど、まあタイトルは読書する女性で、でアクリル絵の具を使って描いた作品です。サイズは F6 で、でこの女性のモデルは AI でこう生成した画像を元にこうあの描いたんですけど、まあその下図とか転写っていうのはあのカーボン紙でこう描いたりとか、でそれ裏こすってこう転写させたりとかっていうのが、まあまあ普通というか一般的なのかちょっと分かんない、下書き段階というか、まあアウトライン撮るのにはあのプロジェクターでこう写しちゃって書きましたね、最初の段階は。で色入れてくる段階になってくると、あのプロジェクターの光が今度邪魔になってきたりとか、あの光の反射で目悪くなりそうなると、あのファンのあの筆でこう線描みたいな感じで書いてるのがちょっとポイントで、まあここら辺とかはあのまあ普通に黒でこうファンの筆で一回でこう書いて、まあ線がこう何本も出てるんですけど、まあそんなに手数はないといえばまあないんですけど、ハッチングみたいな感じにしようかなと思って、ただハッチングってこうかなりめんどくさいんですよね、筆でこう一本一本線を引くっていうのは。なのでなんちゃってハッチングみたいな感じでファンの筆でこう書いたんですけど、まあ割といいかなと。でここら辺はまあレースなんですけど、レースって書くのもまあめんどくさいんで、あんまり細かい描写、まあ、嫌いではないんですけど、まああんまり意味がないので細かく書いても、なのでそんなには細かくは書いてないです。まあ手前ある程度入れて、まあ、首ってまあ結構目立つんで、まあ、上と下でこう書いて、まあ AI なので、まあ、手とか形とか色味とかって結構違くて、まあそれはそれでまあ面白いのかなと思って、まあ印象派寄りなのかもしれないですけど、まあそこら辺はあんまりまあ考えてはないです。まあ、アクリル絵の具っていうのは割と最近できた絵の具というか、まあ、最近といっても100年ぐらいになるんでしょうけども、まあ、ただ油絵の具の歴史ってもう細かいこと言うとまあ数千年はあるんでしょうけど、油と顔料を混ぜて描くっていうこと自体は、行為自体は一応まあ技術的な確率っていうのはまあファンアイクとかって言われますけど、まあ、昔日本でも飛鳥時代とかに密だれとかそういうのあるので、もうそれが、まあ、まあ中国経由で、まあ、ベルギー、まあ、フランドル行ったんじゃないか説も漆の技法みたいなのがありますけど、まあよく分かんないですけど、まあ AI、まあ、モデルがもしかしたらいらなくなってくんじゃないかということを考えたりもしてます。一応生成した画像なんで、あの立体感とかが実在する人間とはちょっと違ってきたりするんですけど、まあそれをまあ修正して書く方向と、まあそのまま書く方向とまああるんでしょうけど、まあこれは割とそのまま書いちゃってるっていう感じですかね。まあ、私って結構毎回
絵柄がこう変わっちゃう、変わるというか、まあ変えてるっちゃ変えてるんですけど、自分の作品を模倣していくことにはあまりそこまで意味を感じないんで、まあ連作とかなんかそういうのは作っ、まああんまりやってないっていうか、まあ飽きやすいので、あんまりそういうの書いてないんですけど、実際写真使ってこう書いてる人結構多いと思うんですけど、まあ AI が出てきて、まあモデルが、まあ、まあ写真すらまあいらなくなってくるっていうのも、まあちょっと面白い現象かなと思ってます。で AI があの生成した画像そのまま出力というかキャンバスにやってもいいんです、やってもまあいいんでしょうけど、なんか印刷する段階でのその質量の問題みたいなのを感じて、割とまあまあ手書きでやってるんですけど、まあ、そんな手書きにこだわる必要もまあないのかなというふうにも思います。別に印刷物でも芸術性が高いのもありますし、まあ、個人的にはそんなに写真と絵画をこう切り離してこうあまり考えていないので、あまり写真は写真、絵画は絵画っていうふうには個人的には思ってないですね。まあもともと写真ないからこう手で描いてたっていうのもあるでしょうし、まあカメラオブスキラとかそういうのまあ使って、まあ、フェルメールとか、まあ、使って描いてたんでしょうけど、まあローマ時代とかなると結構リアルなこう絵が出てくるんですけど、まあ、彫刻の方が先に写実的にはなってるんじゃなってるんですけど、まあエジプトの絵とか、まああれってなんか最初ってこう文字と絵がこう一体になってるんで、こう分離していく中でやっぱりこう絵がこうどんどん、まあ、写実的になったんじゃないかという。でまあ、ローマ時代ってあのガラスがこう、まあ、出てきたらしいんで、もしかしたらあのガラス越しに人物を見るとその客観的にこう見えるんじゃないかなって、まあ、子供とか多分やると思うんですけど、曇ってたあのガラスに息吹きかけてこう線描いたりとかってあると思うんですけど、まあ、外をこう見て人物がこういてなんかこう息をかけてこうなぞったりとかして外界をこう客観的にこうかたどるようになってきたんじゃないのかなとか考えたりとか、まあしてますけど、まあ、5月に完成したのは2点っていうことですね。作品の制作スペース上がら、まあ、そんなに早くない方、まあ、ある程度まあ自分なりに考えがこうまとまっていけばあとはもう書くだけなんで筆が止まることないんですけど、結構飽きやすいんでなかなかすごい時間かかる時もありますし、まあこれはあの、まあ、作業的なんで地図通りにこう行く感じなんで、まあ、そんなにこれは時間はかからないだろうと思って書いてよ、まあ、さっきのは結構時間がかかりましたね。まあ、考えてるっていうのはあの言語でこう考えてるんじゃなくて、なんかもっとカオスな感じで抽象的に考えてるんですけど、でそれがこうごちゃ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 しながらこう書いてこう合わさってこう出てくるっていう感じなんですけど、まあ絵を描いてる最中にこうこの上の脳みその方とこう生物的な本能の下の脳みそこう行ったり来たりしながらこう書いて、でまた描いてる絵見てまた自分に戻って、まあ、行ったり来たりして、まあ、まあ頭の中でも行ったり来たりするし、実際に描く時もその画面とこう自分とでこう行ったり来たりしながら、まあ、描いていく、まあ、そういう描き方ってなかなかまあ終わらない描き方なんですけど、まあ、これはあの事務的に描いてるんで、まあ、AI の絵柄ってなんか似たような感じなんですけど、それを自分なりのフィルターを通してこう手書きでまあ増、まあ、していくっていうのがまあしばらくはもしかしたらやろうかなと思ってますけど、まああと1、2枚書いたらまあ飽きちゃうかもしれません。
洞窟壁画ってこう建物にこう描くようになったりで板にこう描くようになったり、キャンバスに描くようになったりして、まあ、写真の発明とかチューブ絵の具の発明とか、最近はあの VR とか、まあ、NFT とか AI とか今はもう質量がもうなくて作品が出てくるっていう20世紀というか19世紀ぐらい今は現代美術なんでしょうけどもう現代美術という、まあ、カテゴリーにしておかないともう追いつかない時代になっちゃったと思うので、まあ、一人一人まあコンセプトも違えばやってることも違えば、まあ、技術技法も違うし、まあ、今は AI とか出てきて、まあ、みんなまあどう向き合うのかっていうのがまあ近々の課題だとは思うんですけど、まあ私は今さっき申し上げたように一応モデルとして使ったりとかまあしてます、ね、まあ群衆画とか描くときにまあ結構便利かなっていうふうには思いますね。まあ、長くなりましたが、まあ、月に1回こういう、まあ、作品の説明とかまあできればいいかなというふうに思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。